ゴールデンウィークに一人旅したいとかいいとこありますからね。こちらキマサイズです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はやみつきになります。やみつきになりますよ。みんな焼肉屋さんとかでよく居酒屋でも出てくる、やみつきキャベツ、お通し代わりにみたいな、それそれを自宅で簡単に、しかも漬け込まずにやみつきキャベツってできるんで、その方法を教えようかな。すぐ食べれる。そうです。サラダ感覚、ああなるほどね、なのかな。いいじゃないですか。それをちょっと今日はご紹介していきたいと思います。じゃあ材料紹介、こちらまずキャベツ、ごま油、鶏ガラの素、塩昆布、フリフリしながらやるジップロック的なやつ、袋でもいい、袋でもいいです。以上です。で、分量はなんか決まってないです。本来振らなくてもいいんですよ、これ実は。へえ、かけるだけみたいな。そう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 。じゃあやっていきたいと思います。はい。キャベツの大きさはザクッと、芯が嫌いな人はこうやって切り落としちゃってください。食べれる人はもう全部ザクザクとやっちゃってください。お好みでいっちゃう。お好みの大きさでこんな感じでザク切りに。でこれ一旦洗います。洗いました。ざっと洗った後にジップロック的なのに入れます。ざっと多少くっついてても大丈夫です。振る時にバラ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 なるんで、こんな感じで袋に入れて、でキャベツって季節によったり産地によって大きさ違うんですけど、4分の1玉分ぐらいだと2つまみっていうのかな。1つかみ、いや違うな、1つまみかけるに2つまみ、2つまみぐらいですね。分量本当にお好みなんで、バラバラバラっと鶏ガラスープの素を。そんなにつぶつぶっていいですか？あ、これ水で溶けます。でこれ大さじ半分、小さじ1強ぐらい、ざっとごま油も大さじ1ぐらい入れます。でこのごま油とか塩昆布の量で全然味変わるんですけど、結局似たような味にはなる。でこれ袋を閉じる時ちょっと空気入れたままで閉じてくる。あえてね。そうそう。遊びを。そう。でシェイクタイム。どうぞ。お、チュースコ。揉まない。振らなくていい。あ、振るんだ。その下流の状態の。多分これガシャガシャで聞こえない。この下流の状態の鶏ガラの素とかをちゃんと水分で溶かすように振るっていう。あとは塩昆布の塩分をまんべんなく。はい。こんな感じで、はい。これでもう出来上がりです。へー。早い。いいじゃないですか。なんか見た目もなんかあれですね。そう、塩分でこう水分ね、しっとりしてね。そう出てくるんですよ。浅漬け的な効果があります。はい。でこれをあとはお皿に盛り付けて出来上がりです。よしよし。もう匂いすごい細かい。これやみつきキャベツっておつまみにもなるし、お食事のおかずにもなるっていう最高の。こんな感じで盛り付けたら出来上がりです。はい、もう食べるだけ。コココロチャンネル。はい、これやみつきになります。食べてください、どうぞ。まあ見せるほどのね、見たことないんですけどね、みんな想像通り。はい、食べまーす。あ、うん。これですよね。これ。うん。これがお家で簡単。あ、いいね。うん。でも5分ぐらい。いいじゃないですか。切ってワシャワシャ振って、火だけ振ればもっともっとしんなりになります。だから置いとかないでその場で食べる分だけ作った方がいいですよね。つけとく必要ないですもんね。うん。あ、これ。うん。ちょうどいいわこれ。うまい。ビール飲みたい。うん。美味しいね。まさに味だね。うん。焼肉屋さんとかね、ちょっとビール飲みます。ちょっと昼間から行ってきます。うん、やっぱこれだ。欲する。なんかお通しだけで済んじゃいそうな。あるよね。このキャベツに関してはある。そう。お店のものがすぐ家で食べれるって最高じゃないですか。これぐらいのおつまみがね、あるのとないのとね、お家帰ってからのお酒ライブで全然違いますからね。これおかずでもいけるし。買うもん。でもないしね、うん、これね、そうそうそう、これ出来上がりのものとかも別に売ってない、売ってないんじゃないか。でも食べたいしね、うん、で意外に作り方みんな知らない。そうね、そう、いやこれいいな、どうやって作るんだろうなと思うけど、いまいちわからないかなみたいなね。まあいいんじゃないですか。ぜひぜひ家で多分5分、本当に5分ぐらいあればささっとパパッと、今日つまみないでしょ、キャベツおしみたいな。キャベツだけだとね、経済的だよね。あと塩昆布は多分家で用意してあったりすれば、そんな感じでこの動画がいいと思った人はチャンネル登録、グッド評価、各種 SNS フォローの方よろしくお願いします。じゃあ次回まで、じゃあな。コココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治で